爆、轟の滝に勇ましい雄たけびが響きました。海陽町にある水の神を祀る轟神社、毎年11月の第2日曜日に秋季例大祭が行われています。自然を育む水への感謝の思いで400年以上継承されてきました。前日からのみそぎで心身を清めた神輿の担ぎ手は、海陽町を中心に集まった男性28人です。神事の後はコロナの影響もあって3年ぶりとなった暴れ神輿。神輿を担いだ男衆はその鬱憤を晴らすように140段の階段を威勢よく駆け下り、参道を練り進みました。そしていよいよ落差58メートルの轟の滝へ。男衆が神輿を担いだまま滝壺へ入り、水の神へ感謝を捧げました。水の絶え間ない轟音の中、男衆の掛け声が負けじとこだましていました。